な。うん。確かに鈴木のやのがちょっとでもあざといバカなふりしたらすげえやだもんね。もう引くじゃん。うん、やだ。嫌になっちゃう、そんなのは。ああ、やだね。うん、やだ。なんかそういうことしないもんね。そう。うん。これダメね、じゃあ。うん。ラジオネーム、伊達派ともね。浜、砂浜に、全裸で仰向けに寝るおぎ。上を向いたおぎんぽをめがけて、アイドルたちのビーチフラッグが始まる。よーい、どんな掛け声で飛び出したのは AKB 代表、パルルこと島崎遥。すぐ後ろにつけるのは、若さなら負けない福岡代表、橋本環奈。後半にかけてぐんぐんスピードを上げてくるのはグラビア代表、小島瑠璃子。おぎんぽを最初に握るのは誰の手だ？スタートダッシュのパルルか？スタミナの橋本環奈か、うん、それとも総合力の小島瑠璃か？誰だ誰だ誰だ？おーっと、ここで大外からまくるまくる、そのままごぼう抜きでおぎんぽゲットのモームス OG 安田家。急に安田家です。安田家急に来たなぁ。でも大外からまくってくるからね。まってきたかぁ。なぁなぁ。まあねまあ、あっちの、実は最初のうちのその、最初ほら AKB のメンバーがさ、うん、すごいビーチワックスのね、世代でしょ、うん、あれに対してはそんなにね、なんか、パルルとさ、AKB ほらみんな、パルルと橋本環奈は AKB じゃないよ。橋本環奈違うと、こじるり。こじるりね。うん、と、その、三人、若い三人その、うん、が、なんか俺、なんともなんか、ビーチワックスしてるとこに、色気を感じないっていうか。おー、おぎんぽを掴むビーチフラッグにこのメンバーだと不服ってこと？そう、なんか、その3人がやってほしくないっていうか。誰でやってほしいの？なんだろう、もうちょっとだから、ババー的な感じがいいのかな。なんだろうな。草間弥生じゃないんで。草間弥生が水玉のビキニに来て。いや、そう、40ぐらい、40前後。がいいんで、誰がいいんだろうね、40前後とか。言ったら、あの、サッカー好きの人もね、片瀬奈々さんとか、ああいう人の水着姿で走ってこられたら、超、この人。長作さんは最近俺あんまあれなんだよね。石田ゆり子。石田、はい、それ。もう水着でそんな、走ってきたらもう。松雪泰子。いやいや、それ。そういう方が、なんか。ね。いや、でも、なんでも、いいかな。そうなんだよ。なんか、それがこう来たらいいなと思ってたの。若い子がね、水着だと全然エロさがないのよ。なんか、ほんとスポーツやってるから。なんか健康的だもんね。健康的じゃない。健康美だもんね。そう。だから安田系でちょっとエロくなったかな。今いい感じじゃないの？そう、今でちょっと良くなった感じになっちゃう。だからまだ、良かったの。今、おぎんぽどっちだった？いや、あの、いい方よ。立ったよ。ピン。立った。ビンビンよ。ピン？ピンよ、ピン。あピンになったんで、安田系でちょっとピンになったの。そう。なるほど。だけどなんか、その辺の、勝つか。ゆり子とかのがいいんだけどね。いいけどね、それはね。じゃあ、ラジオネーム、梶山。飲み会で、おぎの金玉がしょっぱいという話になり、舐めることになった時。いやいやいや、おぎさんね、こんなこと言うのはなんだけど、私ももうこの歳ですから、それなりにいろいろ舐めてます。驚くことなんてまずないですから、本当申し訳ないけど、ね。え？嘘？何これ、嘘でしょ？しょっぱーいと、完璧なリアクションをするよね、くらりおこ。いや、いいんだけどさ、いつまでか俺しょっぱいって言われたがってるさ。そうでもないんだからね、俺。嫌だからね、実は。自分のチンコを舐められてしょっぺーって言われるの。あ、嫌なの？嫌なんだよ。今まで全部一応、ギリギリなんか良くなってるけど、シチュエーション的に。でもまあ本当は言われたくないよ、しょっぱいなんて。どう言われたいの？なんだろう、なんか、今日、やっぱ、美味しいってのかな、なんだろうな。なんだろう。しょっぱい嫌なんだ。しょっぱいだよ、苦。うわ、歯に効く、歯、ツーンとか。歯に染みる？なんだろうな、味が濃いとか。味が濃い？今日は薄いとか。味が濃い。なんだろうな。しょっぱいはいいじゃない。しょっぱいってなんか、
なんか汚らしい感じるんだよね。だけど、しょっぺって言われたくて、あれだよ、金玉に塩とか塗るようになるわけよ。まあ、塩麹とか、塩麹とか。塩麹は多いよね。美味しいか。そっか、塩だと感じたら別に悪くはねえな。そうでしょ、うん、美味しい方、美味しいんだから。うん。まあ、こんな感じのメール募集します。宛、はい、先は郵便番号 107-8066、TBS ラジオ木曜ジャンコギアギのメガネ B 協議員歩45度の係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキデリバリーメールですね、はい、ラジオネームモザイクイザモ、小木さん、八木さん、工務店さん、こんばんは、2日ほど前にデリバリーピザを頼んだんですが、うん、配達のお兄ちゃんがお釣りの計算ができなくて困りました、ピザ代2929円、私が出したお金3030円、お釣り101円だったんですが、うんうん、何回も伝票と3030円を見比べて2分くらいかかりました。そんなのだったら電卓持てよ。てか、お釣りが出ないように用意するべきなんですかね。確かに時々いるよね。釣りね。お釣りの計算できない人ね。時々ね。だけど、教えてあげるけどね。まあ、教えてもでも疑ってくるでしょ、向こう。うん、やっぱ向こうはお釣りができない、計算が遅いっていう、ちょっとこう、引け目があるから、結構それにはね、応じてくるよ。パッとすぐ。そうですよねって言ってくるよ。なんかそうですよねって。うん。やっぱ恥ずかしいから、できないのが。なるほど。これでいくらですよねって言うと。うん、多分よくわかってないんですけど、あ、そうですよねって言って、受け取るから、もうね、計算したお釣りをね、言ってあげた方がいい。ね、うん。それでいいんだから、ね、嘘つかなきゃ、うん。うん。ラジオネームアロエマン、小木屋さん、工務店さん、こんばんは。うん、僕の家の近くのラーメン屋は、ラーメンとチャーハン頼むと、電話してから8分で届きます。早いな。家から徒歩10分ほどのお店なんですが、嘘みたいに早いです。あと、マンションだと食べ終わった容器置いとく場所困りませんかと。すごい早いね。早い。だから、歩いて10分、徒歩10分ってことは、チャリだと3分ぐらい来るでしょ？チャリとかバイクね。だ本当に5分で作ってくるんだね。ね。チャーハンだったらね、作れるからね。まあ、作れるよ。まあ、ラーメンもそっか、すぐできるか。すぐできる。中華、それがいいとこだからな。いいね。そんな早いとこだったら、すぐ、いつも出前頼んじゃう、俺。頼みたい。少々まずくても頼むよね。いいよね、そんだけだったら。うん、わかる。トラブルメーカー。おじさん、八木さん、工務店さん、こんばんは。出前についてですが、僕は家族でラーメンの出前を頼んだ時に、時間通りに来るんですが、インターホンを押さずに、ドアを開けてきます。それに鍵を閉めているとドアをガチャガチャしていきます。僕は言いたいんですが、味が美味しいので言えません。いいね、昔っぽくていいよ。ねえ、なんかいいよいいよ。なんか酒屋が本当ね、あのサザエさんじゃないけど三河屋さんが勝手に勝手口からさ、そう入ってくれるみたいな、昔っぽくていいよね。そういうのも分かる分かる。うちも実家はそんな感じだったかもしれないな、昔。俺が中学高校ぐらいの時は入ってくるドア開けちゃうよ。配達入ってくるんだよね。入ってくる、入ってくる。うん。だから、いいんじゃないの今。いいよ今、ね。今こういうとこいいよ。いいよね。うん。それぐらい信頼してんだよ。そうだよ。うん、ちゃんとしたとこなんだよ、本当に。ね。ラジオネーム、元春巻。小木さん、矢作さん、工務店さん、こんばんは。デリバリーピザなんですが、この前うちに来た配達員さんが僕の地元の同級生でした。結構前からそこで働いていたらしく、うちがピザを頼むペースや、どんなピザをお決まりで頼むかなど、把握されてました。なんかとても恥ずかしかったです。うん、ね、まあ、把握されてるよね。俺なんか恥ずかしいよ、本当に。全部把握されてるわけじゃん。うん、俺も。はい、はいはい。で、俺なんか出前すごい取るから。うん、もう本当恥ずかしいよ。矢作がこれしか頼まないと。同じでしょ同じものばっか頼むから。